っす。さあ、交流戦、はいはい、途中経過を発表していきたいと思います。そうだね、無理やりじゃないのこれ。はい、何ですか。ちょっとやめようか。ダメですよ、何ですか。何ですか今の順位どうなってる。いや、答え合わせないとそれは面白いんです。俺もだって、まあ、こんだけ自信持って途中まではな、まだいや、半分残ってる。折り返しですか。そうだ、はい、現在の交流戦の順位を発表したいと思います。1位ソフトバンク、2位日ハム、3位巨人、4位 DeNA、 5位楽天、6位阪神、7位オリックス、8位西武、9位ヤクルト、10位中日、11位がロッテで、最下位が広島ですね。はい、こういうふうに今途中経過ですね。途中経過。いやいや、じゃあ俺らの予想わかんないじゃん。そうですね、ゆたかさんのじゃあ予想の方で発表しましょうか。じゃあ1位、広島シリフリーみたいな感じで、その力みたいな。で1位ですね、1位広島、はい、2位ソフトバンク、はいはいはい、3位楽天、はい、4位阪神、はい、5位ロッテ、6位中日、7位日ハム、8位 DeNA、9位巨人、10位ヤクルト、11位西武で、12位が、最下位にオリックスを予想しますね。なるほど、なるほど、はい、この前広島の選手に会ったら、はい、まあ札幌でね、はい、あ、板川さん見てますよって、お、はい、チャンネル見てくれてんの。マジっすか。バティスタ選手っすか。バティスタさば顔でかいな。いやいや、顔でかいのはそれはもうまたあるんじゃないですか。だけどチャンネル登録はって言ったらもちろんしてます。マジっすか。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に登録者だから、だから予想したんですね、1位。え、そういうことですか。それは後だ聞いた。ああ、なるほど。よかったなと思って。でも結構広がってきてるからね、プロ野球界の中 で、ね、登録者数、登録者の中に。ゆたかさん、今ちょっと、はい、ね、真逆になってますけど、真逆だな。でもこれはカードが変わっていくだろう。そうですね、まあ今日、13日、はい、13日だけど、明日からソフトバンクと DeNA が破るから、うん、はい、千賀今永だって。うわめっちゃ見てえっすわ。いやだからここで星の潰し合いをし始めるとさ、やっぱ順位が変わってくるよ。いや、まあ半分終わっただけだよ。最初嫌がってたのに。そうですそうです言ってきますけど、もうそれはもうまだ終わるまで強気でいかない。終わりますからね、ここから広島。ここからあるの。いや、まあ、全然ありますよ。でも広島ちょっと調子悪いな。見てるとちょっとね、打てねえわ。まあまあまあ、なんかちょっと当たってないですね。でもさ、俺鈴木誠也のフリーバッティング、はい、本当間近で見たの久しぶりだったんだけど、はい、もうこれ本当冗談じゃなくて、はい、ショートがジャンプするぐらいの当たりで、はい、札幌ドームで突き刺してたからね、フリーバッティングで。そんなことあります。違う違う、ダイヤのエースでしか見たことないです。漫画だよ漫画ね。いや、チームメイトが、はい、聖夜そんなすごいなっつって、もう彼出しても見た方がいい。すごい。それも2人一組で打ってるわけよ、フリーバッティング、はいはい、バティスタと鈴木聖夜もう半端ない。えぐい人だ、えぐい人じゃないですか。いや、札幌ドームが狭いのかって勘違いするぐらい。広いですからね、あのドーム。広い、一番高いって。しかも高いし、ね、もう中段以上に行くんだから。マジっすか。こう伸びていくってことですよ。もう伸びるわ、高いわ。まあ、バチスタはもうライナー系から高い、はいはい、で鈴木誠也は低いのから、まあ、角度がいい。それが中段ボンボン行くんだ。いや、すね、それ普通に見たいっすね。いや本当は見た方がいい。ビザ行ってホームの時は見れないから、はい、ビザ行ってフリーバッティング見てもらう。俺久しぶりだもん、ドキュメ抜かれたの。鈴木誠也の一発。あまあ入らんだろうって。入ったのみたいな。いや、ただフリーバッティングだよ、はい、でもあの角度本当ちょっと取っときゃよかったな。いや、それそうっすよ。でもね、入り際のスピードが、打球がめちゃくちゃないもん。いやー、痛いっすねー。で、話そらしてるみたいだろ。いや、ほんとびっくりしましたよ。そうっすね。そんなもんちょっと広島上げてるけど、でもチームは絶不調。そうっすね。まだでも折り返しというか、折り返しは全然わかんないっすよ。まだわかりません。いやいや、はい、お前何、いい話聞けたと思って。俺を擁護するんじゃないと。いやいや、本当に本当に中日はね、中日もまあダメじゃん。
からドラミちゃんどうなんだよ。あ、そうです、ドラミちゃんの予想もいきましょう。それはもう、はい、ライバル対決。ちなみにドラミちゃん、1位阪神、2位中日、うん、3位日ハム、4位西武、5位楽天、6位ソフトバンク、7位オリックス、8位ヤクルト、9位広島、10位 DeNA、 11位ロッテ、最下位にジャイアンツを。あドラミちゃんも苦しんでるな。これは双方に苦しんでますね。双方に、あ、いや、やっぱ ね、交流戦は難しい。いや、まあまあ、でも折り返しですからね、まだ。そうですね、はい、はい、それ12個当てるって難しいぞ、お前。これすごいですよ、お前。競馬で3連単でも難しいね。いや、ほんとにそう、12連単が与えなきゃいけないんだから、お前、そりゃ難しい。とんでもないですよ、12連単だろ。それとね、やっぱね、組むカードにもよるな。あ、最初にどこに当たるとか、ね、確かにそれはありますね。そういうのすごく大きい。確かに確かに、そういう組み合わせのちょっと準備不足でしたね、うん、そこはね、まあ準備不足っちゃ準備不足。いや、でもまだ分かりませんか。いや、本当に分かんないです。でも視聴者の中で、はい、もし予想してて最初によ、はい、当てた人とすごいよな、これ。いや、これ全部当てた人、これはもうなんかね、チャンネル読んだ方がいいんじゃないですか、一回。その人が本当だ。あ、じゃあその人とドラミちゃんの予想をこれからやる感じにしよう。そしたら、なんで俺外してる。俺外れてんじゃねえか。俺でも、俺はさ、広島は絶対反動が来るよって。いや、言ってました、言ってたよね、言ってましたよ、ずっと言ってましたよね。それで俺、お前交流戦1位するか。いや、でもそれどうしたんですか。だから豊さんが反動来てんのかなって。そうだよ、お前たちが、はい、アンチだから、アンチだから嫌いだからって言うから。いや、言ってないっす。俺の優しさが出ちゃった。いやいやいや、お前らのせいだ。それじゃない。いや、何でですかそれ。予想に情報入れちゃダメですよ。でも阪神はよく戦ってるな。いや、安心っすね。阪神は戦ってる。まあ、DeNA もなんだかんだっていいとこつけてるし、はい、まあ、ちょっとかわいそうなのがヤクルトがやっぱどうしても調子が出てこないな。ヤクルト、まあ、1回抜けて、はい、もう1回こうグッとくるのかなと思ったら、まあ、一進一退を続けてるけど、はい、まあ、なんとか頑張ってほしい。そうですね、うん、まあ、オリックスはなんか、はい、本当になんか変なことが起きるよね。ストレッチあの一塁付近でよく起きてるんだよね。そうですね。なんか、なんでベースカバーいないのみたいな。最近でも逆にもう見てて楽しいですもん、なんか。なんかやってくれるか。何やってくれたのっていう。あれはちょっとかわいそうだ。でもまあ、徐々には良くなってきてるね。そうですね、まあ、いや、いいですね。少しずつですけど、うん、はい、まあ、頑張ってほしいし、うん、まあ、どこが心配だ。中日です。中日か。ピッチャー陣ですかね、やっぱ後ろがちょっと、ね、ずっと課題だよね、うん、なんかキャッチャーも変えたりしたんですよね、いきなりこうパッと。竹山にでしょ、変えたりとか、うん、まあ、竹山さんいい、いや、もちろんいいんですけど、いや、悪くはないよ、はい、でも、なんか誰を育てて誰をどうしたいのかっていうのが分からなくなってきてるな。そう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 、まあ、そこら辺が瞑想に入ってるというかさ、はい、まあ、抑えも変えたしさ、うん、でまた抑えを変えたら変えたでやられてるしな。そうなってるんだよ。鈴木の方がよくフラフラしながらでもよかったのかな。そうですよね、っていう結果にもなっちゃうしな、うん、だからあそこら辺がやっぱりしっかりしないとチームが締まらんわな、はい、うん、まあ、豊さん交流戦始まる前にやっぱこう中継ぎ陣が鍵になってるっていう話もされてましたからね。まあ、ジャイアンツが頑張ってるな。ああ、そうですよね、うん、まあ、1回やられたけどね、はい、繰り返されたけど、はい、でもそれ以外だったらよく頑張ってるしな、うん、まあ、あそこはやっぱり伝統の力もあるな。あ、やっぱ常に絶対負けれないっていうさ、なんかあの球団に入ると精神が宿るというかさ、そういう、もうそういう雰囲気で戦うから、はい、あ、もうそういうことなんだって。他のチームだったらちょっと緩むところもやっぱジャイアンツは緩めないからね。そうですね、負けられないですよね。そうそうそう、だからそれはもう伝統の力なのかなと思うよね。まあまあ、はい、そういうことで、はい、まあ、中間発表だったけど、はい、まだ分からない。まあ、そうですね、とりあえず中間では大外れという、まあ、そうですね。中間ではね、中間ではまあ大外れなんで、まあ、でも最終まだ分かんないですけど、はい、終わってから爆笑ぐらい外してるよな。今のところはそうですね、もう目つぶってやったんじゃないかと。いや、なるほどね、失礼しましたね。いや、でもまだ折り返しなんで、これ、ね、後半豊さんがもうやっぱりさすがだなっていう、でも予想を覆すところが頑張ってるっていうことでしょ。あ、そうですよ、そうでしょ、はい、だからそれはめでたいことか。そうです、もう解説者泣かせということで。そうだな、そうですね。あ、そこら辺で締めとくか。終わった後ね、もう一回これもちろん、はい、答え合わせしますよ、それもちろん。やんの、
当たり前じゃないですか。それは週間発表しますから。そうだな、はい、最後まあいいんじゃない、優勝したことでおめでとうみたいな、はい、いやダメですよ、ダメなの、ちゃんとやります、しっかりそこの、ね、はい、ちゃんとそう、うん、記録に残しておかないと、はい、そこはやっぱしっかりなんか強いね、ダメですよ、記録に残さないと、吊るし上げて吊るし上げてね、わかりました、はい、頑張ってください。